英検面接試験で高得点を取るためのテクニック、アイデアだし、助けてあげます。同じのがいっぱいあると、ものすごい出やすいパターンっていうのがあるんですよ。これね、教えちゃいます。初めて始まりました。もっちゃチャンネル。さあですね、変な価格でごめんなさい。いつも使ってるカメラ SD カードが入ってなかったということで、予備で撮っていきたいと思います。はい、今回はですね、英検面接試験で超高得点を取るためのテクニックというのを教えたいと思いますね。まあ、ある意味ちょっと裏技的なものになってしまうので教えようと思います。もう多分ね、これ見てる人ね、ギリギリですから、はい、もう面接日曜日にあってどうしようっていう風になってると思うんですよ。だからもうそういう時にあとちょっとの点数ですね、上げられる方法を教えたいと思います。まあ、それぞれのね、Q に関しては動画ね、出ておりますんで、まあそちらをね、参照してもらえればと思うんですが、あと一歩、もうちょっと点を上げる方法っていうのを教えたいと思います。まあ、特に英検2級、英検準1級に役立つものになっていますので、ぜひともお見逃しなく。いろんなね、動画過去にも出していて、どうやって答えればいいかとかっていうのを出してるんですけど、結局アイデア出しができないっていう人が多いわけですね。じゃあ、そのアイデア出し、助けてあげます。過去もね、今すごく研究してるんです。講座やってて、今面接に関しても動画撮ってて、学校で流れるやつなんで皆さん見れることできないんですけど、あといわゆる個別の模擬面接ですね。それを何回も何回もやってて、で気づいたことがたくさんあるんですね。だから前回の時は2級を全部やったんですよ。まあ、2016年の改訂版から、改訂されたやつから2つ公開されるじゃないですか。あれ全部見て、全問やって分かったことが結構いっぱいあった。で、今回はその準1級のやつを全部見たんですよ。で、全部見て2級と準1級で、ああ、これ、使えるなっていうのがいっぱいあったんで、そちら紹介しますね。まあ、まず漫画とか、音読とかですね。はい、そちらの方はちゃんと過去の動画見といてほしいんですけど、アイデアだし、教えます。で、気がついたのはですね、同じのがいっぱいあると。まず、そもそもライティングと被るなって思った。2級のライティングのものが、準1級のスピーキングに出てくるってこともあるし、ライティングのトピックとバッチリ被っちゃってるなんていう時もあるので、ぜひですね、全部もうね、やっちゃったっていう人はライティングのトピックも見ておくことをお勧めします。そんな中、ものすごい出やすいパターンっていうのがあるんですよ。これね、教えちゃいます、初めて。まあ、今、改訂版で本書いてるんですけど、そこにも、載せる予定ではいるんですが、まだ未公開だし、どこでも言ってるのはネット上とかに載ってないと思うんですけど、実はですね、このパターンに分けられるんですね。同じトピックすげえいっぱい出てて、どうも主語がですね、人、people とか individuals っていう風に個人とか人々っていうのになっている。そして会社になっている。そして政府になっているっていう、この3つのパターンがむちゃくちゃ多いんですね。で、この3つが何ができるのか。今行っていることは十分か。これによって何か行動をするべきか、これからですね。そしてより何か行動をするべきかっていう、この3つがこの4つにくっついてることがすごく多いってことに気づいたんですよ。もちろんいろんなパターン他にもあるんですけど。で、さらに悪影響を与えているかっていうですね、この5つがめっちゃあるんですよ。で、当然何にっていうのがここに入るわけですね。で、この3つのものがこうしている、何にっていうパターンがむちゃくちゃ多いわけですね。そう、英検だってアイデア無限にあるわけないわけですよ。だから有限なんですね。だから手を変え品を変えパターンを出してるってことがわかるんですね。じゃあ何にのところに行こうですね。どういうのが結構あるかっていうと、まず環境ですね。環境がめっちゃあって、環境にとか環境のためにですね。なんで環境を守るためにっていう風になってるのと、あとは環境の汚染を減らすためにですね。だから環境を守るために環境の汚染を減らすために、だからここの汚染だってエアポリューションになってたりとか、グローバルウォーミングになってたりするんですよ。大気汚染だったりとか、地球温暖化、もちろんプラスチックゴミなんていうのもよく出てきます。個人が地球温暖化のために何ができるか、個人は地球温暖化のために十分行動していますか、個人が地球温暖化のためにできることは何ですか、個人は地球温暖化のためにより行動するべきですか、人々は地球温暖化に悪い影響を与えていますか。ほら、できたでしょ。で、同じように会社が地球温暖化のために何ができているか、会社が地球温暖化のために十分行動していますか、会社が地球温暖化のために何か行動すべきですか、
会社は地球温暖化のためにより一層行動すべきですか？会社は地球温暖化に悪い影響を与えていますか？ほら、できるんですよ、これ。このパターンがね、実は作られてるなっていうのが、見てて思った過去問をずらーっと並べてて。これやっぱり、アイデアって無限に出るもんじゃなくて、作ってんだなと思って。で、それがまた政府になってることなんですね。政府が環境を守るために何ができるか、十分行動しているか、何か行動すべきですか、より行動すべきですか、悪影響を与えてますか、ってことですね。だから十分に行動していますかとさ、より行動すべきかって同じようなもんじゃん、これ。そう、だから同じような答え方ができるんですよ。で、政府のところも政府って書いてあったり、日本政府になってることもありますね。ジャパニーズガバメントになってることもあって。で、この行動するべきかってところはさ、他にもさ、行動するのは重要ですかになってたりするんですよ。同じのが超いっぱいあるなってことに気づいたんですね。あとあれか、社会のために、そう、個人が社会のために十分なのをやってるかと、そう、ソサエティって出てきて、そう、政府が社会のために十分やってるか、企業が社会のために十分やってるか、とかっていうのもめっちゃ出るね。さらに、ライティングのポイントのところとか見ると、ポイントってあのアイデアのポイントね、順位級だったら、そのポイントのとこ見ると、そのまま使えちゃったりするんですよ。ちなみにね、その特にガバメントに使えるんですけど、ガバメントっていうのが十分にやってるかとか、これから一層すべきかって言って、ノーって答えた時に、もうすでに十分やってるよとか、他にやんなきゃいけないことがあるんだとかっていうのはもういつでも使えるから、これ持っとくといいですよ。会社もそう。会社とかっていうのは他にやんなきゃいけないことがあるとかね。他のことを優先すべきだってやれば、それでもう一個アイデア作れちゃうんで。2級はね、2分言わなきゃいけない。Yes とか No とか I agree とかって言った後2分ですね。順2もそうですけど、順1級は3分言わなきゃいけない。この3分ってめちゃめちゃ大変なんですよ。で、その時に、この他にしなきゃいけない、十分やってるっていうのだけ言えれば、これで2分ですか。これめちゃめちゃ使えるんですよ。で、あと気づいたのはね、いろんな会社の模範解答たくさん見たんだけど、アイデア浮かばなかった時に This means ってね、これはこれを意味していますって言って言い換えちゃうっていうテクニックがあることに気づきました。そう、同じことだけどそれを別の表現で言い換えちゃう。 The Japanese government is doing enough とかって言って、もう十分にやっています。 This means they don't have to take care of 何々みたいなね。そう、もう十分やってるからこれをやる必要はないんだみたいでね、そういう風にいけるわけですよ。同じことを言い換えるってやると1個増えるんだっていうのにね、気づいた。1分増やすことできるっていうのを気づいたんで、これまあ裏技的ですよ。ぜひともこの This means 使っておいてください。あとはやっぱね、 Too が厄介。そう、 Too much freedom とかって、これサンプル問題とかにもあるけど、そう、 Freedom って聞くと自由だからいいことって思っちゃうけど、 Too much freedom だったら自由を与えすぎてるとかで悪いことになりますね。そう、だからこれね、他の問題でも結構あった、いろいろと見てたら Too ってついてて、実はネガティブなことを発言してるのに気づかないよとかっていうのが、あ、これは狙われるポイントなんだなっていうのを気づいたんで、ぜひここも注意してくださいね。そして次のパターンですね。テクノロジー系で子供がっていうのと、学生、students、生徒ですね。生徒がとか、ティーネイジャーがとかですね。young people がとかっていうのがいろいろ出てくるんですけど、その人たちがテクノロジーを使うのをいいか悪いかっていうのがめっちゃ出る。まだ、computers って出るときもあるし、タブレットコンピューターですね。タブレットになってるときもあるし、スマートフォンズになってることもあるね。まあ、昔だったらセルフォンですね。携帯もあったけど、最近スマートフォンズも出るようになった。っていうふうに、これらを使うのはいいことかですね。今の若者、students、そして子供っていうのが出やすい、ね。で、これがさらに、クラスルームでとかね、学校でとかになってたりするわけですよ。いろんな条件が加わって、新たなパターンになってるんですね。だから同じことなのに言い方変えてるっていうのが、まあ、出るっていうのが本当よくわかった。これ同じじゃん。だからどれもさ、目に悪いって言えばさ、否定に使えるからね、どれもね。で、便利だって言えばどれもイエスの方に使える、肯定の方に使えるっていう、まあ、とにかく同じパターンがたくさん出てるってことがわかったんで、もちろんこれだけじゃないですよ。様々なパターンあるけど、やっぱ環境とテクノロジーはめっちゃ出る。というふうですね、偏りがめちゃめちゃあるんですよ。で、アイデア出しに関してはいろんな動画出てますから、こういったアイデアを出すんだっていうのを知っておいてください。で、だからこれトピック、当てやすい。答える型を作っておいたら、それが見事にバシッと当てはまるというか、この型を持っておけば、こうやって答えられるみたいなのがいっぱいあるので、実は、それ知っといて受けると、受けないのでは全然違いますね。だから、今、習ったこと、今日私が言ったこと、ぜひとも知ってる状況で試験会場に臨んでください。はい。応援してますんで、吉報を待っています。で、この動画だけじゃなくて、必ず他の自分の受ける級のやつも見ておくようにしておいてくださいね。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 頑張ってね。